毒親が自分の子供を整形モニターとかやらせてる凄惨な現場を目にすることあるんだけど、本人まで特定されて行き着いちゃうの簡単だからな。モニターで姿を晒して整形する人は基本的に相当な覚悟を持たないと後世にわたって語り継がれるから覚悟してな。悪用厳禁なんだけど、今から整形モニターしてる人の個人を特定する方法教えちゃいます。まず一番簡単なもので言うと Google レンズですが、もっと詳しく人探しするならガチモンの整形探偵が使ってるテクノロジー使った方がいいよ。フェイスチェック ID とかイメージサーチとか人物特定のアプリがどんどん開発されて精度が高くなってきてる。目鼻立ちだけじゃなく似てる肌質とかからも個人の特定が可能になった。例えば、とある整形モニターの顔で試してみたいと思いますけど、ちょっと目元にモザイクの入ってるこの人の画像を検索してみると、こんな感じで人物の候補がこう下にずらーって出てくるんだよね。こういうことよね。インスタグラムの ID とか Facebook とかいろんな情報を AI が集めてくれると。本物の整形探偵ってマジ舐めない方がいいぞ。最近のクリニックのモニター写真をネット上にさ、無断でシェアする人とかいるじゃん。ああいうの一回出たらさ、拡散されるんだよ。バイラル的に。で、一回出たら消えないんだよ、顔が。悪い意味で。で、それが二次被害、三次被害になって、将来巡り巡って自分に返ってきちゃうと、結婚破談になったりとか聞いたりします。で、デジタルタトゥーなんだよね、これ。で、今の自分は許せても10年後の自分は許せないかもしれない。まあ、顔バレのリスクはさ、取ってもいいやって今考えてる人は、まあ、安くしたいって、人はね、限定モニターの情報とかも教えてるんだけど、まあ、こういうふうにね、特定絶対避けたいっていう人は、ちゃんとした口堅いドクターを教えますんで、まあ、整形のご相談は下の概要欄からお送りください。最近ね、バカな医者が増えて、キャバクラとかペラペラ誰を嫉妬したとか、写真見せて言いふらしてる人もいるみたいなんで、ちゃんとした先生選ぼうな。